どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、今ですね渋谷に来てまして、今日の動画はですね検証動画かな。先月この渋谷のね道玄坂沿いに2980円で食べ飲み放題の激安酒場がオープンしまして、この若者の街でね激安酒場食べ放題飲み放題果たしてどうなのかなっていうね検証動画もねやってみたいなと。そのお店がこちらでございます。まず唐揚げ棒が1本99円、ドリンク各種安いっすよね。生ビールも299円、まあ、だけど2時間飲み放題と食べ放題でこの価格。このまたね渋谷っていうエリアが結構冒険じゃないですか。いやこれどうなのって思う方多いと思うんですね。そのお店が激安99酒場金太郎さんです。このフットセラピーさんの看板が目印でこのビルの4階ね。ということで店内入ってきまして、さすが渋谷の激安酒場、8割方ね学生さんでございます。あと今ちょうどね春休みだからなんか学生の飲み会に来た感じだよ ね。ちなみに今日ちょっと連れが1人いまして、2人で今日来たんですけど、男女比で言うと半々ぐらいかな。あ、女の子の方がちょっと多いかもしれないね。でさっき言った金太郎さんの食べ飲み放題がじゃじゃん、今日はこれを検証しに来てるからね。ルールがいろいろありまして、2時間制でラストオーダーが30分前、最初のオーダーは1人2品までと、であとはグラス交換制になります。で飲み放題は生ビールは入ってません。生ビール入れたい方はプラス400円で飲み放題つけれます。延長したい方はプラス1000円で1時間延長ができるみたいです。でこの食べ放題のメニューに関してはこちらでございます。じゃじゃん、まあ、この辺はね定番か定番だと思うんですけど、でも種類多いですね。この中で珍しいのがチャーシューエッグ食べ放題っていうのはあんまり他の店では見ないかな。あと俺の大好きな大葉がね入ってる餃子も俺大好きなん で、他にも炒め物があったりとか丼物もあったりするんですよね。まあでもねチョイス的にはやっぱ若者が好きそうな内容ですよね。で飲み放題メニューがこちらでございます。生ビールは入ってないんでこれは抜いた感じですね。あとこのショットとかも入ってないかな。まあ、でも一通りアルコールは飲めるんじゃないかなと思います。サワーもねいろんな種類がありますんで。人気なのって何が人気なんですか？リアルゴールドサワー、リアルゴールドハイボール。じゃあリアルゴールドハイボール普段飲まないな。これ最初の1杯目は口頭で注文で、2回目からは QR。 ああ分かりました。はい、素朴なちょっと疑問なんですけど、これ食べ放題あるじゃないですか。これはもう自信ありで、じゃああと楽しみですね。分かりました。どうなのかなっていう、本当に美味しいのかなって。任せてください。じゃあこの中で人気なのは写真が大きいやつですか？そうですね、まあ、定番メニューと当店の名物を上に載せさせていただいてまして、あと他でも仕込みしっかりやってるものとかを。ああそうですか、分かりました。じゃあちょっと看板メニューは全部後で QR です。はい、金太郎オリジナルグラス、じゃあ頑張りです。いいです。下にアルコールが沈んでる可能性がある。ああ、ちょっとアルコール増えたわ正直今のところそこまで期待はしてないです。それなりかなって感じ。一発目でも一番金太郎さんのおすすめを4つ頼んでるから、おそらくこれで決まると言っても過言ではない。こっちが食べ放題メニューで、こっちが単品の食事メニューなんですけど、食べ放題にはこの唐揚げ串がないんだよね。まあおそらくこの99円が爆安99酒場に、これがつながってるんじゃないかなと思うんですけど。であと食べ放題にはデザートがないけど、単品メニューの方だとクレームブリュレとかチョコフレンチトーストなどがあります。そして金太郎さんの唐揚げが来ました。ビジュアル的にはまあ普通ですよね。唐揚げはまあ定番じゃん、どの店にもあるからさ。だからこそ美味しくなきゃダメなのよ唐揚げまずいってもう終わってるから。いただきます。うまいね、あれちょっとこれいってもいいかな。ちゃんとさ肉汁もしたたるしさ、揚げたて提供だからもう湯気も出てるし、うまいな、うん、うまいんですけど家の唐揚げより2割ぐらい美味しいでもジューシーです、うん、あうまいよ、うん。まあ、たださ唐揚げにリアルゴールドそんなに合わないかな
餃子ですね。あ、これがチャーシューエッグ、ちょっとこれ うまそうなんですけど。で、あとは焼き餃子ね。はい、はい、あります。ちょっとね、割っちゃいます。あ、ごめんなさい、あの割るの下手くそだ俺ここだけはいつもと変わらない出来たて熱々チャーシューエッグも、これ出来たてじゃん、全部出来たて熱々です。チャーシューエッグに関しては、まあ、美味しいは美味しいんだけど、ちょっと肉のパサつきが強くて、まあ、それを卵の黄身とマヨネーズで緩和できるんだけど、俺個人的にはもうちょっと煮込んでほしいかな。チャーシューに下味をしっかりつけた方が俺的にはいいかな。美味しいっちゃ美味しいんだけど、うんうん、金太郎さんの焼き餃子、中のあんが結構味濃いめで、まあ、俺の中では普通の美味しいって感じかな、うん、まあでもあれか、2980円で食べ放題飲み放題もついて、このクオリティの餃子だったらいい方か。そうだ、俺これ忘れてたわ、これ2980円だもんねそうだ、それをもうちょっと考慮しないといけないね。だったら餃子も合格ですね。まあ、合格って偉そうなことで俺は言えないんだけどさ、チキン南蛮、これもね、金太郎さんおすすめメニューです。俺さっきの唐揚げあるなら期待しちゃいますよ。竜田っぽい感じだよね。おそらく鶏の胸肉かな、分かんないけど、タルタルつけまして、うまいね。これ食べ放題？食べ放題。これはいいんじゃない？居酒屋がランチでやってるチキン南蛮定食とかあるじゃん。あれぐらいのクオリティですね。これあれだ、金太郎さん多分鶏に自信があるんだよ。唐揚げ串があったでしょ。あれも看板メニューだから、やっぱ鶏なんだね。ちょっと俺これ好きだな。私も好き、うん。チキン南蛮ってちょっと甘だれかかってんじゃん。でもこれそんなにさ甘くないからいいよね。もう一声欲しいよね、チャーシューエッグはね。唐揚げとチキン南蛮はこれもこれうまいよ。この価格でやってるのはすごい。よかったよ、俺全部これやったらさ、もうそう、チャンネル登録解除が結構増えると思うよ。うわー、ちゃんと豚肉入ってる。あれ豚肉入ってるよ、これ入ってます。あれメニュー見るとね、キクラゲの卵炒め、豚肉映ってないように見えるんですけど、実物はなんとこれでございます。この価格で食べ放題飲み放題で逆詐欺はちょっと俺の中ではポイントすげえ高いですね。しかもこれ湯気見てもらえれば分かると思うんですけど、これもねやっぱ出来たてなんですよね。ちょっと今俺先制パンチ食らっちゃったけど、だけど忖度は抜きでやりますからね、ちゃんとね。これもねお願いしますよ、うん、逆詐欺なのはポイント高いです。だけど味に関してはちょっと濃いかな、若者向け。俺もうちょっと薄味がいい、結構味濃いめだから、それぐらいかな俺は、うん、ああいうあのご飯に合うと思う、白飯食いたくなる。あと若干これ濃い味にあえて作ることでお酒を飲ませようっていうあれもあるかもしれないね、まあ、ただ俺の年代考えたら40代で考えたらちょっと味濃いかな。だけど20代は多分どそないか、これは。いや味は美味しいよね、味は、うん、この豚バラもさそんなに脂っこくないし全然悪くないんだけど、もともとの味付けがちょっと濃いめかなっていう。最後の唐揚げ1個食べていい？ちょっとこれでまた最初に戻るっていう。あの金太郎さんね、唐揚げがうまいわやっぱり。チョリソー聞いてハイボールで。エイヒレとえ？チョリソーが売り切れだ。チョリソーが売り切れ。へえ。あと大葉おろし餃子。チャーシューエッグのチャーシューに関しては気持ちちょっと豚肉本来の、まあ、変な意味じゃないんだけど臭みというか、まあ、そういうのは若干あるかなっていう。でさ、チャーシューエッグをおすすめしてるから気持ちもうちょっと改良された方が俺的にはいいかな。でも29%なんだよ、しかも飲み放題2時間なんだよ。ここがね美味しいんだけどね、だけどもうちょっとのここかなっていうのを探せばいっぱいあるんだよ、この価格帯だと。だけどそこはねキリがないと思う。そしてここから急に年齢数上がります。エイヒレでございます。炙りたて、炙りたて。金太郎さん全部熱々で来るじゃん。熱々です。これポイント高いよね、安いからさ作り置きとか冷めてる感じのが来るんじゃないかって思ってたけど、全部出来たて、焼きたて、熱々。エイヒレの炙りまで炙りたて。あ、ちょっと熱いし、うんうん、
おお、いいね、うん、エイフレの炙りに芋焼酎が好きなのよ。おっさんでしょ。おろし大葉餃子、餃子はさっきとね同じだと思うんだけど、中に大葉ががっつり入ってたのが好きなんだけど、うん、あ、大葉が入ったのが全然味がうまいよ。やっぱり大葉とかチソは裏切らないね。そしてね、ビビンバがやってきました。ちょっとね、もう俺腹パンなんで、ちょっと俺食べないんですけど、ちゃんとした感じですね、ビジュアル的には。うわ、これも熱々じゃない？これも熱々です。なんか混ぜるとすごいですね、湯気が。ちょっとジュージューいってるね。いや、金太郎さんね、やっぱ改めてね、焼きたて、出来たてをね、さっと提供してくれてるよね。そして金太郎さんの今回の締め、うどんカルボナーラなんですけど、もうすでにこれ湯気わかります。熱々すぎるってこれ。ちょっとこれ完全に女子が好きだよね。好きですね、うん、間違いなく俺はこういうの普段食べないけど、まあ、うまそうだけどね。結構チーズも糸引いてて、これすごくない？あっちこれちょっとステイだね。絶対すぐに食えない。あ、ビビンバうまい。食べ放題にしては、あ、美味しい。へえ。ちょっとね、俺さすがに俺これ全部食えないからさ。まあそもそもこの金太郎さんの食べ放題はさ、2人からだからね。1人じゃ無理だから。お、あれ？これうまくない？うまいです。ちゃんとカルボナーラだね。うん、あ、うまいわ、うん、やっぱりこの価格帯で食べ飲み放題でこのクオリティだったら、まあ、全部に言えることなんだけど、これは結構いいね。めちゃめちゃ満足。特に唐揚げが突出してうまかったんで。チキン南蛮、チキン南蛮うまかった。いや、ちょっとね、これ金太郎さんね、渋谷で激安酒場でこの価格の食べ飲み放題、心配してましたけど、なかなかね、いいんじゃないかなと思いました。ただやっぱりところどころの料理がちょっとやっぱり味濃いめに作られてるところもあるんで、まあ、そこはちょっと若者向けかなっていうのはあるんですけど、すごくね、立地もいい場所なんでね、ワッキー TV は若者向けの安いお店もしっかりとご紹介してますんで、ただそれが本当に美味しいのかどうかっていうのが結構大事なんで、食べに飲みに来てみてはいかがでしょうか。以上、今日は、渋谷の女子大生に囲まれながらの検証動画でございました。うん、またね。